はい、早速始めていきます。第32回 KF13 クライマックス紅白戦スタートします。盛り上がっていきましょう。はい、ありがとうございます。それではスタートボタンを押して始めちゃってください。はい、お久しぶりです、はい、お久しぶりですで、スタートしました。第32回ですね。今日の、参加人数は今のところ18名かな。和波さんは長崎から。あ、長崎のプレイヤーなんですか。遠征して来てくださったということで。長崎、はい、すごいですね。バーサスすごいな。キャラもなかなか個性的ですね、はい、アテナ、エリザベート、ディオロンと。だいぶそうですね、珍しいチームです ね、 ですね、はい、長崎はクライマックスなさそうですね、なんかなさそうですね。前線の噂すら聞いたことがない。確かに、どういう情勢なのかちょっと気になるところではありますけど、ね、まあ家庭用ではやってるようなので、はいはいはい、まあ、しかし動きはかなりいいですね。そうですね、かなりいいですね。さあ C がアーバル通しになって後半から投げて、あーっと最後ソード出ない。もう一回ボールソードから前にハロー、しっかりと決めていく。これ実は結構減って、結構減りますよね。結構コスパがいいというか、はい、回収もしっかりできますからね、はい、いやカテナは結構端のコンボ火力侮れないんですよね、はいはい、本当にこれから。そうですね、なんか普通になんか止まないから発動もできますね、はい。おっと、これは漏れてしまう。から、おっ、ダッシュソード。さあ、マーさんとかはもう ND で。ああ、なるほど、はい。安定してる感じが。コンボ決めていく。いやー、これは初手にしては非常にうまい。そうですね、展開の作り方が、すごい。じゃあ、ここは、あとコンボ決めて、ここは、逃げて、入っていく。おっと、遠目から強ビンタ、ちょっと反応できなかったが、あ、2K さんか。そうですね、2P は 2K さん。 2K さんももともと九州のスタッターですよね。はい、はい、あ、もうこっちの方に、まあ、来たタイムですね、はい、ここは使っていく、しっかりと、まあ、使わない要素はないですね。あ、そうですね、殺しておいた方がいいっていうところですね、今のは。あ、これで中堅大将 2K さんの方はゲージが2ゲージ溜まりそうといったところ。さあ、やはりエタンセルの牽制が非常にイオリと相性がいい。動いたところに当たってしまう。コーパン壊しからじわじわとダメージをお互い奪って、アテミが使ったところにここは2ゲージ、しかしまだ倒しきれない。あ、倒しきれギリギリちょうどですね。結果的には相当いい選択肢になりましたね。そうですね、ドライブをフルに残して、はい、さあこうなってくるとドライブゲージも溜まっているスメイより、コンボ火力では地面よりは上回っているが、ゲージ状況、体力状況はディオロンが有利。しかしここで壊しから発動見せてしまう。さあ逃げ惑うディオロンだが、コンボを見せてしまう。あれよくありますよね、はい、波動をディレイしないと絶対に裏回りっていうのができないですよね。さあここはうまくゲージを吐いて倒しきる。さあ記念参加と言っておりますが、非常に上手いプレイヤーですね。これは久保さんも何度か拝見したことありますね。そうですね、何回か、はいはい、出場してくれてるプレイヤーですね。さあじわりじわりとプレイヤーが増えている感がありますね。はい、ありがたいことですね、はい、さあ頑張ります頑張りますということで、アテナ対決、アテナ両方アテナ大人気。わあ、これはすごい対決。使用人口少ない、すごい、なかなかないですね、この対戦は。なかなかないですね、はい。
小手の当てなたいロバート飛び込みが刺さってしっかりコンボ画面8空対空当てて鳥かご状態めくってこれはうまいあーしかし前衛から勝利出ない投げ返して表あー今日は出て投げが漏れて外してさあアテナは落ち着きを取り戻して投げてくるめくりさああのめくり尻が非常に強い投げに来たところコア昇竜で暴れてさあなんだかんだでいい勝負三角飛び逃げる跳ね返して確定しているか今のは反応が良かったなここは思い切って削り込みでかなり早い展開の中でちゃんと見て跳ね返してるのがすごいですね、はいまあ、やはり横押しのメインが流域圏なんでね、はい、あれを封じ合えるとちょっと面倒くさいですねこれはまさかを使って尻を当てていくこれはやはり球を跳ね返すリフレクターが非常に機能しているめくり表落ち今のは分からないどういうことなのこれ完全にめくりをガードしたのに表落ちでしたねあんなに移動するのは珍しいですねそうですねはいさあ両者フルゲージ前転で避けてエンディ当てるこういう EX しっかりとジャンプ攻撃に切り替えているめくりが入って発動運べるかうまっコンボしっかりしていると思ったがエタンセルは使ってしまいしかしフォローして残り1割ないエタンセルぶっ放してこれはうまい攻め気を見せるところに下がって昇竜あの EX は本当強いですねそうですねほぼ脱得みたいなところがありますよね、はい、暴れ通知が機能して投げをやはり嫌がっている様子あの後すごい気まずいですよね気まずいですね受け手側は相当面倒くさいはずですよねはいアテナのやっぱ A の後の選択肢が非常に強いですからね、はい、投げが単純に減るんでここは読んでいる EX これは暴発してしまって NC 確定さあこの対象対決もかなりレアな感じがしますが先方同士の方が多いですよねどちらかといえばさあゲージ状況かなりアテナがダメージを奪っていくこれはなんか懐かしい連携確かに9月とかガーフ連携みたいですがガーキャンゲージをついて生えてしまう体力もちょっと負けているがここであっと波動が出ないEX から投げ確定してるか怪しいがこれミスルが投げが入ってジャンプシリーすげえごちゃごちゃしてきた前転を逃さないさあこれはかなり激しい早いさあどうなんだこれ打ちたいところしかし両論の攻めが続くここでああミスルあーすごいことになったなここはクモさんの勝利ですねはいワンピ側が少年まあ13は多分ちょこっとぐらいのちょこちょこ触ってるのを見るぐらいなんですけどまあやはりこのチームが安定なのか、まあ、なんかこのよりだいぶ不安定な感じが不安定ですね出てますよねもうさあキャラがいつもの感じになってきてそのより対ロバートキュウリオリが刺さるこれは見ないめくりあ、こう足はつながらないさあ早出しにしっかりしゃがんでいるここもミスっているが
ユリオリがもう一回刺さって、ヤオトメキャラセルができない。あーなんかヤオトメが出るが、やらなくていい場面で、さあやりたいけどできなかった。コアクータイク、味方からゲキが飛んでおりますが、できないことはやるなとさあしかしこのユリオリのセンスが非常にうまい。さあ老害は老害らしく簡単なコンボだけやると追い込みの言葉は老害って言ってもかなり若かった思いがあるんですけど、そうですね平成大会に確か出てるはずなんで、そうですよね。ここはしゃがんで、さあマチュアが取り返す。これは早めに倒したので、おそらく8割以上は残っているか。マチュアはこのコンボがちょっと難しい。難しいね。ここはガーキャンで画面端キープ。しかし何目で外して、おお当たる。めくりが入るがコンボいけない。ああこれはおっと。わーっとすごいことになってる。お前はそれでいいんだと、そのコンボで十分だと。前 A からリュウグラムしっかり決めて、おっとやはり EX、 あー誘いがうまい、何も出さずにEX、 今の手出しますよね。だいたい出しますよね。出しますね。あれはさあ、クモさん、マチュアが非常に機能している。そうですね、飛んで、あーっと、次ができない。マイビ、D が刺さるが追撃できない。いやー、これはマチュア、地獄だな。さあ、これは、なるべく粘ってゲージを貯めるなり、少しでも減らしておきたい。めくり、刺さる、EX、これ反撃かかって、強になっている。しかし当たる。やはり ND が頼りか。さあ、あの後はゴムぐらいだと思いますが、さあなんだかんだでマチュアがノリノリ。あれはガーキャンを吸おうとしたのかな、どうなんだろう。さあこのノリをキープして一気に倒しきるか。しかしキムにはゲージがある。ちょっと怖い場面ですねこれは。残り2割ですが、うわあタッチ CD うわ見えねえ見えねえ今の。今を 裏っぽかったけど表ですね多分。よくわかんない、まあ多分そうですね、しゃがんじゃったっぽいですね。さあこれがこのゲームの恐ろしさ。平成勢が多い。そうですね、今日は何人かって、アンサーさんもこっちだな。そうですね、ヤンキーチームが平成勢固まってますよ、だいぶ。で、まあ続いても平成勢の、まあ、ゾーボン。俺はサムシショーの前に行こうかな。なるほど、あ、そういえばコウコさんはあれですよね、4月のいつでしたっけ。あ、25に出発で、26から大会です、ね。あ、なるほど、はい、はい、もう頑張ってください。 今頃多分コメントでは、はい、劇が飛んでると思うんでどうですかね頑張ってください。で、ワンピーゾーボンも、まあ、ちょっと似たようなチーム。これはうまい、うまいね、大空、はい、やり返して。さあ、クモさんのプレーが非常にノリがいい。そうですね、なんか流れをつかむために結構多少の無茶、ね、は、まあ、しょうがないというか、なんか勢いがいいですね、はい、まあ、ある意味このゲームらしい立ち回りと言っていいでしょう、はい。さあしかし暴れつぶしは奥田瀬は非常にタイミングがいい。しかしゾーボンさんも守りがかなり硬い。投げが入って、投げがさっきから連発で入っているが、お互い冷静ですね。怖っ。いやー、間に合ってる。移動手段としてはい EX 流なんていうんだっけ、あれ
龍神脚か。残り5割噛み合う。うわ、差し返す形。ダメ出し、怖いラシット。怖い様子見冷静、外突きでフィニッシュ。今日タイムアッチは EX 全然によけて、ね、EX ここは体育ここは確定してないと思うんですが、暴れが勝ってる。めくりから禁止繋がらない。あれ全編が噛み合う。さっきのビタで確定、いや今日だからどうなんですかね。今日って3マイナスじゃなかったっけ。あ、3マイナスなんだ。なるほど、確定していた。ワンチャン確定してたかもしれないですね。あ、マッチはかなり贅沢にゲージを吐いていって、これ決める。あ、決まる。やはりマッチャーとの対戦経験がみんな少ないのか。それはありますね。かなり困っている様子、はい、今日のマサカは有利取れるんで。そうですね、結構その攻められてる時はだいぶ面倒くさい部分ありますよね、はい、繋がったらもうとんでもないヘリですからね、はい、今日まさか禁止 EX、 まさか禁止デスローでもすごいことになる。結構減りますよね、1ゲージで、はい、さあ炎よりゲージは十分おそらく。おっ、ここは EX 発動しない。 EX ジャンプ攻撃が当たってしまう。おっと、これはちょっと難しいコンボを見せる。やっぱりさっき少年にこれはこれはあるぞ。あ、なんかこれはあるぞ。危なくなってきた。これあるぞ。あー、さすがにすごいごまかし方だったなさあダメ出しが飛んでいく。ここでユキトさん、最試合なんですかね。はい、まあちょっとトラブルもありましたが、それ最試合、はい、です。はい、さあ先ほどはクーラが圧倒してましたが、今度はきちんとボタンが、暴発がない状態。投げ入って画面足、暴れ潰しが入って、ここは投げ暴れ、めくりは表落ち。えぐいな。投げて、あの単純な2択が本当に強いですからね。ここは使っていく。今日バイタッチで残り1割。さあこの前が非常にいやらしい。クーラー、ここはしゃがみしいタイプ狙うが、さすがに小ジャンプ落とせず、前転から勝利。しかし禁止が早すぎて空中にヒットしてしまう。スライダーシュートにリュートランブ、よく見てたな。これで残り3割、しゃがみしいで落とす。先ほどよりは検討して使わない。今日よく見ている。前転して、これは円に立って、
さあこの前が非常に強いクラ。ここは投げ暴れしていく。表スライダーシュート当たる。ギリ投げしてめくりジャンプリーから EX でスピン。強バイツでフィニッシュ。ユキさんもユキトさんもだいぶ KF 歴はだいぶ長いはずですからね。なるほど、立ち回りしっかりしますね。さあセットプレーもかなりしっかりして、はい、コンボを決めていく。投げて表スコアガード暴れ潰しが決まる。いやもう一回強烈スピン、ジャックレイスピン、スタンドから強バイツしっかり決めて残り2割。さあ NB からのレイスピンが、レイスピンじゃないや、プレスが非常に機能してダメージを奪ったが、ここはコンボしっかり決めて、この寄りは挽回。これで残り4割ちょいぐらいはあるはずなんで、まだワンチャンでまだありますね、はい。ここで早めにコンボを決めて倒しきれればいいんですけども、この同キャラはちょっと難しそう。ここは安定コンボ決めてユキトさんが勝利。続いていく。そうですね、続いても平成勢のアンサガさん。任務遂行します。すぐ楽にしてやる。月を見るたび思い出せ。さあ来い。あれアンサガさん勤務使ってたんだ。さあ数少ない爪より使いということでレオナもそうですけど、まあそうですね、レオナのなんかイメージが自分の中では結構強いんですけど、はい、非常にコンボ精度高かったと思います。ユキトさんダイモン入れてる。しゃがんでるがこれは達成しない。この組み合わせはまあ五分に近いと思うんですけども、こうなってしまうと関係ない。いやー、クズ風のプレッシャーと巡り、ここは EX 使う。前転はジャンプリー、コンボにはいけない。ジャンプリーで当たって我慢し、中段は暴れている。ここはワンコンボ決まって詐欺飛びするが EX で壊れる。まだ死なないが画面端、こっからは逆に暴れていく。ここは様子見。うわ非常にうまい。しゃがみにタイクを決めてアンサガさんが1本。さあこの組み合わせはまあさすがにちょっと体力が少ないんで苦しそうですけども、ここは勝て。最低空の空中半月、はい、強半月だったら5分取れるんですけれども、あ、なるほど、あの高さだと立ってしまいますね。スカッシーリジャンプシーリー、このまま当たる。スカッシーには投げ暴れ、ジャンプリ禁止はつながるが、ここは投げ確定しない。5分ですね。あ、今日が5分なんですね。今日は5分ですね。なるほど、なるほど。A で落としてジャンプリー、後転に刺さらない。前転によけて投げて、ここは1ゲージ。これはさすがに決まるか。押し切りますね。痛いのが当たってしまう。これは2ゲージやはり使っていく。地獄極楽、これでおそらく残り4割ぐらいかな。あー飛び越してしまう。3C で暴れて
ちょっとやりたい放題になっている。やはり地面よりはしゃがみたくなってしまうのか。勝利スカル、ジャンシーで当てて、ガムヤジ。いや逆にタック。はい、それではワンピー側が高校さん、ちょっと早めな気もしますが、ここで登場。これ俺が言った方が良かった気がするんだけど、流れ的になんかいいのかな。高校さん、いや俺でしょ今のはね。高校さんはまあ本キャラかな。キム、空手、爪。いや。なるほど。さあ、先鋒戦は空手対クーラー。ああ、重なっていない。さあ、ゼロにゲームまでとはいかないが、やはりクーラー、ダメージの攻めは強い。まあ、そこに持ってくまでがまあちょっと大変ですかね、サーティンの場合は。画面も広いし。うまい。ここはよく見て、早めにガーキャン、ジャンプリーでクータイク勝って昇竜。さあ、お互い流れるような動きで先鋒戦、前手には投げ、さあ裏には後転して、さあなんか お互い動きがかなりスムーズですね。さあ、ここはかなり先鋒戦いい勝負だが、ゲージを溜め込んでいるのはコウコさんの方。しかしちょっとガクラゲージも心配。ここはガキャンで吐いて、さあやはりガクラが怖いので、やはりそうなってしまいがち。ここは使って決まれば終わるかな。強勝負でぴったりぐらいか。さあ、ここはユキトさんが先制。この勝利はでかい。中堅のキム、これあんまりてかクーラーがほとんどいないからなかなかよく分かんない組み合わせなんですけど、どうなんだろうね。サッシーで暴れて、さあクーラー側にゲージがないのがちょっと不安なとこか。うわー、投げに行ったが、おそらくあれは結構、まあ、ありますよね、他のタイトルでも。これ中堅戦でキム対ホノユリ、これはコンボ伸ばしていく、しっかり。さあゲージも回収して、まず前転後転と一旦距離を離すのはユキトの方。さあゲージ状況では有利だが、惜しみなく使っていくのは、あ、これは青い罠、ダッシュが間に合わないと踏んだが、もう一回やってしまう。ここはもう一回弱い青い罠、あれどうなんだろうね。ダッシュ禁止さすがに入りそうな感じはするけど、相打ちになって今度はよりが勝つ。ラッキムを変だよね、あれ。ジャンプ攻撃全部めくれるキャラってキムぐらいじゃない。さあ、いろいろあってメキトさんの大将の熱狂、いやーこの技がやはり強い。だからジャンプ B でめくりに行く。やっ、ここはハンドラ払って置き攻め突き。おっと、これはちょっと見つけてしまう。しかしもうちょっとやりたい放題。おっと、あー、なかなかチャンスがつかめない後ろ側。奈落から奈落、いやー、やはり爆声入れ込んでいる。冷たく EX コトスキガードして反撃、勝ったのはここ。